はい、こんにちは、たくやです。本日はですね、お茶の水駅、 JR お茶の水駅に来ております。お茶の水といえば楽器の街、そうです。ものすごく久しぶりに、たくやチャンネルも音楽系、楽器系の回行ってみたいと思います。たくやお茶の水でギターを買う。何年か前も翼ギターさんとのコラボでですね、お邪魔したんですけれども、本日はこのギタープラネットさん、エレキ館、お邪魔したいと思います。はい、ということで店内にお邪魔いたしました。ここ何館になるんですか？メタル館です。メタル館、メタル館、ギタープラネットメタル館でですね、今日の僕のですね、まあ狙ってるというか、狙ってるギターは、こちら、EVH ですね。エディ・ヴァンヘイレンさんモデル、もう神ですね。神モデル。で、まあ一本僕、大黒摩季さんツアー用にですね、購入して以前、金色の EVH は持ってるんですけども、まあそれは日本に置いとくということですね。台湾に持っていく用のギターを、この中から選びたいと思います。まあ、実際僕ここ数日ですね、帰国してから、いろんな楽器屋さん、東京中の、足運んでですね、試奏したりとかもしたんですけど、まあ、ぶっちゃけ、ここのですね、お茶の水、ギタープラネットのメタル感が一番 EVH の品揃えが、あるという、まあ、実感でございます。それでは、試奏開始。僕の YouTube でちょっと顔出ても大丈夫ですか？ああ、大丈夫ですよ。大丈夫ですか？岩崎さんにお手伝い。ありがとうございます。一番最初はやっぱちょっとこの、もうザ・ザ・エディ先生モデルですね。はい、これはなんか本当クレーマーの時のやつののレプリカですね。はい、まあ、ちょっと調べよう。まあ、僕実はですね、生涯、まあ、先輩に売ってもらったギターというのが1個目なんですけど、2個目に本当に自分でこれだと思って、はい、買ったモデルというのはクレーマーのバナナヘッド。おお、懐かしい。でだまさにワンハムで、はいはい、まあ、当時白いやつでしたけど、まあ、まさになんで、ちょっとなんというか本当中学3年生ぐらいの時の。まあめっちゃバンヘレンサウンド素晴らしい。けどこれもフェンダーメキシコなんですね。そうですね、フェンダーメキシコ、メイドインメキシコ。続きましてですね、EVH のこれめちゃ珍しい、逆に珍しいと思うんですけど、最安値モデルで、どこ産でしたっけ？インドネシア製になります。インドネシア製の、もうなんか見た目もだいぶ使ってる木とかも珍しそうな感じなんですが、なんと10万切ってる値段なんですか？そんな、そんなもうヴァンヘイレンモデルがあるのかっていう。
めっちゃいいと思います。なんか安いギターという感じは全くしない。初めて弾いたけど、ちょっとなんか思ってるより全然いいギターで、もしなんかギター初心者とかの方でなんかこういうギター探してるっていう方いたら、これ本当おすすめできますね。はい、ちょっと驚いた。うん、なんだろう、このメイプルだから、ここボディはなんですか。バールポプラトップですね。ああ、そのそうなんだ、はい、珍しい。これ本当になんかなんだろうな、あのね、なんか構造、木の構造どうなんだ、組み合わせとか含めてめちゃくちゃ成功してるギター、しかも軽いし、あのバランスもめちゃくちゃいいし、あ、なんか本当になんか素で驚きました。これおすすめの一本です。はい、エディさんモデルの、まあ、ザ・ヴァンヘレンからの、まあ、後期、ヴァンヘレンの方の EVH、そうして、これもなんか発売は最近ですよね。なんかそうですね、今年に入ってからですね。ね、はい、なんか最近出たっていう。お、さすがなんかさっきのギターもめちゃくちゃいいんだけど、やっぱさすがちょっとね、値段が倍ぐらいになってるんで、なんか重厚です。はい。惹かれるなぁ、相当いいです。はい、で、まあ、このぐらいの値段のモデルからこの D チューニングっていうのがついてて、引っ張るとで、これ引っ張ったらいいんですか。引っ張ったらいいんじゃないですか。ここが、まあ、今この D、E の音ね、一弦と同じ E の音なんですけど、引っ張ったら引っ張れない。あ、そうか。あ、ここで今引っ張ってこれ。そうするとこの音に、あんま惜しいけど大体。チューニングすると有名な
ていうね、D チューニングでございます。あ、じゃあですね、僕が持ってる、まあ、オゴルマクさんツアーで使ってたのと、まあ、同時期の、まあ、ほぼ色は違うんですけど同時期の EVH PV、 ここにメーカー名が違うメーカー時代1990年代ですかね、96年の頃のやつですね。では本日最後の質問させてもらうですね、これも最近のやつ去年ぐらいですかね。そうですね、デビュー時代はもうちょっと前なんですけど、入荷実態がほとんどなくて、ああなるほど、はい、ステルスブラックキルスイッチ付きっていうですね、まあ、上位モデルです。そうですね、まあ、標準的なことです。これ専用なんじゃないですけど、ほぼ同じです。なんか PV のやつは、僕のやつ回して作る。回してる、そうですね。あれも、あれは回して。あれは回してつけてる。ああ、なんだ、そうなんだ。しかもなんかちょっと短いな。練習してるから、これいいな。
持った感動だな。ちょっと重いんだな、あのモデルより。けど、ストレスブラックがかっこよすぎるな。あと、違うのが、この、ストラップピンがもう、便利なのか不便なのかわからないけど、本人が、ね、あの好んでたバンヘーレンといえばっていう。そうですね。確かにね、TB も好きな、TBB が俺持ってるから、俺のギターと似てる音なんでね、まあ当たり前だけど、これちょっと違うんだけど、これはこれでいいし、あと本当に最後の、デブリーローストやってた時のライブのエディさんの音は知ってますね。ということで、多分これはお買い上げになると思います。これ、まあじゃあこれで、はい、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。サブスクライブ。不思議な午前の雲が音もなく強くの海へ連れて行く。急ぎ足ふいに乾いて下を向いて膝まずい。